静岡製機のドラッピーは簡単便利な食品乾燥機、さまざまな機能でお客様のご要望にお応えします。風量、湿度調節、庫内の湿度調整が手動でできるので、水分の高い椎茸や切り干し大根、トマトなどの乾燥も品質よく仕上げができます。庫内の湿度調整ができないと、大根やトマトが乾燥中に黒くなったり、椎茸が庫内で煮えてしまったりすることがあります。庫内の湿度調整は大切な機能なんですね。デジタル表示とボタンで楽々設定。普段の操作は温度とタイマーの設定だけなので、どなたでも簡単に設定ができます。ムラが少なく効率の良いマルチ気流方式。庫内は一つ一つの棚から吹き出す温風が左右後方から吹き出し、乾燥物を側面上下から効率よく乾燥するので、ムラが少ない乾燥ができます。従来は下からの吹き上げ方式なので、上側が乾きにくくなり、途中でトレイを入れ替えたり裏返す手間がかかりました。特許申請中のマルチ気流方式は、電気代はもとより作業性の向上にも役立っています。断熱パネル。ドラッピーの本体は一体発泡方式を採用。またドアパネルにも熱損失が少なく高い断熱性を持つ高密度ポリウレタンを採用し、高い省エネ効果を実現しました。電気代。今までに紹介した湿度調節機能、マルチ気流方式、断熱パネルの相乗効果で驚くほどの電気代を実現しました。ミニで1時間3円、7トレイタイプで1時間7円、10トレイタイプで1時間11円。ドラッピーは家庭用から業務用まで充実のラインナップ。皆様にぴったりのドラッピーが見つかります。直売所や食品加工調理施設で余剰食材を有効利用、保存食として年中楽しめます。最盛期からずらした販売で副収入にも。ふりかけや粉末にして地産地消の商品開発や離乳食、介護食作りにもご利用いただけます。アイデアを形にできる静岡製機の食品乾燥機ドラッピーをご活用ください。このプログラムは光、風、熱の技術で次の100年へ、静岡製機の提供でお送りしました。